まあいないよね。跳ね上がる力。あれ？バトルじゃない？あ、船だ。まだ使い方分かってないけど。あれ？開かない。ぬるい仕掛けだった。まだこの船の使い方全く分かってないけど。敵だ。無限ループって怖くね？あ、砕けた。なるほど。そういう感じなんだ、ね、ゴーレムさんは粉々になってしまったようですが。あれ来るまで待てってことかな。勢いとか関係ない感じか、高さには。じゃあ行くか。敵かあれ、うん、上から来るね。あそこがアイテムかな。ちょっと高さ足りんのちゃうか。ずれとる。だから貫通するのかと思ったらそういうわけでもない。痛い痛い。あー、なるほど。だいぶ高いな。ああ、クリアだね。あそこのアイテム遠いぞ。いっか、どうせ大したもんじゃねえだろう。てってれれれーん、2個目。さあこれでね、だいぶ移動が楽になったの。もう上の世界来てんのか。そもそもあそこはあれ踏んで大ジャンプしてここに来るための道具だったみたいだね。まだだいぶ上があるんだよね。あの地図を復活させたいので、一回ちょっと飛び降りてみよう。ほらあれ、もういつでもここに帰ってこれるから。お願い。これやりたい放題じゃん。
おい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 、空中で何度も使えるのかよ。準備できたよ。おい、やりたい放題だぜこれ。割と遅いけど。さあ問題はここだよね。すごい明るいけど敵に乗っ取られてたら大変だねっていう。よし、視界が悪い。オッケー、地図復活。ここのムービーいる？これ飛ばせないんだよね。景色が悪いよ雪国は。スキャンスキャン。何もスキャンできてない気がするけど。結論わからなかった。ありゃ、思ったより解放されない。なんなの右上のあれは。ってことはもう一個あるのか。さあということで何も見えませんね。これはひどい。あーガーディアンいそう。ことはもっとこっちか。こっちやな。行ってみるか。行くだけ。ほらあったあった。もうあっちまで行こうぜ。このままもう一個解除しちゃおうぜ。あそこを中継地点にしたい。頼むぞ。そろそろスタミナくんがやばやば。ナイス。ギリギリ。ああ。よろしく。三発ギリギリいけないぐらいか。ヒットポイントではなくて頑張りゲージを増やすべきだったか。もう一発いけるな。着地のことを考えると、おっと、とりあえずここに印を。ここまでか。もう無理だ。あと着地用に残しとかないと死ぬんで。ほっ、
まあまあ結構な距離稼げたね。もう一回使えば。で、打ち上げて、あそこの祠やな。カルーガ峠。おわ、燃えてるー。さあ、行く行く。上の世界にもあったね。ほら。ほら。あれあれ。オッケー。あのラピュタの位置だね。よいしょ。とりあえずここを目指すとして、よっ、これやね。とりあえずあれ目指そうか、うん、もしかしてこれ英傑を連れ歩けるようになるのかな。ね、これとこの組み合わせ使えば大体のところには行ける。広沢じゃあ行ってくる。救いは天にあり、さひろは、ひろわさ、ひろさわ、ろわ、うん、わからん。これ当たると死ぬやつかな。当たってみるか、ダメージくるかなって思ったら。そういう感じか。しかも割とジャンプで越えれる。あー、なんかないかな。普通にジャンプでかわせばいいだけ。原始的な仕掛けだな。なるほど、割とごっついな。
まさかのルパンプレイをするのが正解と。閉じ込められてんじゃねえか。と次はしゃがめか。クリアやないか。あ、わかった。ペ、アマちゃんがぬるかったな。宝箱の方も行きたいからもう一回来るか。てっきりね、俺横に飛び越えて戻ってくるのかと思ったんだけど、違うかった。ということで、もう一回行こう。さあ、多分面白いギミックがあるんだろうな。間違えた。左スティックと右スティックね、つい逆をしちゃう。ルート、ああそういうこと。ぬるすぎひん。無駄やったな。寒さガード8分40秒は美味しいんだけど、よし勢いで行ってみよう。行くぞー。俺初めさ、これ横に行ってパラセールしてクッと戻ってくるのかなって思ったけど、まあさすがにそれは無理か。